皆さんこんにちは、岸です。今日はですね、新しい試みをちょっとしていこうと思います。ドット絵って書いたことあります？僕ないんですよ。マインクラフト動画なんか見てると結構ドット絵書いてたり、あのドットでキャラクター作ったりするじゃないですか。ちょっとテラテックでね、一回ドット絵をやってみたかったんですよ。なので今日はちょっとドット絵にチャレンジしていきたいと思います。でね、何を作るかはまあ見ていってのお楽しみですねどのタイミングで気づくことができるかっていうね。今見えてるこの枠の中に絵を収めたいと思います。枠というかこのサイズで作っていきたいと思います。横幅が48マス、ブロック48個分、そして縦がブロック30個分です。ちなみにですね、何か絵を見てやるのだとね、ちょっとまあ相当時間がかかるので、今回はね、スケット的なね、ホームページがねあるんですよ。いいホームページが、ドット絵何かっていうね、ホームページがありまして、画像を読み込むとその画像をねドット絵にしてくれるんですよ。で、どれぐらいのね、ドットの数かっていうのもコントロールできるんで、まあ僕は今回ね、このサイズ、縦30、横48で、今回やっていこうと思います。ドット絵何かのホームページ、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はトライしてみてください。というわけでですね、早速作っていきましょう。まずはね、カラースケール作りましょうか。さあ、今ここにある1、2、3、4、5、6、7、これは場合によって使い分けます。7、8、9、10、11、12、13、14色を使って、ちょっとドット絵に挑戦していきたいと思います。どんなんなるかな？うまくできたらいいんだけどな。よし、早速やっていきましょう。ちょっと余計なブロックがあると邪魔なんですよね。はい、スケール移動しまーす。何もないとこに移動しまーす。まずは青色を使って作っていきましょうかね。青ですね。6分の1ですかね。6分の1。でもね、この段階ではまだね、わからないと思いますね。背景だからね、この青色は。これでわかったらもうすごいな。わかるわけないよね。分かる人は分かるんじゃないかな。もしかして、もしかしてみたいな感じだね、まだね、多分。セーブしとこうか怖いわ、なんか。あ、それっぽくなってきたぞ。よし、とりあえずこの角、この一面は終わりましたね。ここまで。よしよしよし。何かが終わりを迎えるとやっぱ気持ちが違いますね。大変。9時からやってるからもうちょっとで2時間だね。半分いってないね。ここさえ乗り越えれば結構楽になるかな。わかるね、これ。何作ってるか。これ全部できるまで眠れまってんやな。それでいきましょう。3分の2できたね。12時、日が変わるまでに作りてえな。
よっしゃー、できてきたぞ。間は全部5番でいいんだね。よし。ああ、もうちょっと。おっしゃー。あとは、白のところに装甲を貼っていくだけですね。ついにここまで来た。もうちょっとだー。長かった。3時間だな。ちょうど3時間ぐらいだな。完成したー。ご覧の通り、ドラゴンボールに出てくるセルですね。セル完全形態です。どうだ、皆さん。これがやりたかったわけ。これがやりたかったんですよ。今、この絵を起こして、遠くから見ると、セルに見えるかどうかがわかりやすいんだ。やってみようか。まあ、似てるかどうかはさておき。壊れないよね、大丈夫だよね。行くよ。ほっ。起きたー、起きたー。あ、やっぱ抜けてるとこあるね。よし、できたぜ。あ、セルやん。セルやん。疲れた。ぶっ続けだよ。おー、いいねー。いいですねー。いいじゃん。できたよー。できたよ。初めてだよ、ドット絵。ちょっとなんもないところで見たいな。セルやん。セルだ。ほんとドット絵ってすごいね。遠くから見たらゲームやす、あ、セルやんってなるね。で、近づいてくるとやっぱりね、ちょっと荒くなるからね、わかりづらいんだけど、遠く行くとほんともうセルだわ。ほら、ここら辺からセルでしかないもんね。セルでしかない。セル召喚。ほらー。意外に硬えな、セル。はい、というわけで今日はドット絵に挑戦してみました。で、3時間かかりました、ここまで。というわけでね、ドット絵も需要があれば作っていこうかと思います。今回の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。またねー。ありがとう。見てくれてありがとう。